性出ますね、やっぱり。個性はね、すごいな、なんかすごい出てたけど、うん、いろんな方言がまた聞けるんでね。それいろんな女子の方言聞きたいからちょっと楽しみにして。キュンキュンしちゃいますね。キュンキュンするよ。なんかさっきもあのさ、うん、こうアンのシーンがあったじゃん、うん、ちょっとあれさ、あそこの部分だけさ、ちょっとさ見たらさ、俺彼氏みたいな、わかる俺が撮ったんだよこの子みたいなさ。肉食べに行こう。花、うん、あれうち、うん、あれがない。まあいっかみたいな。まあいっか、まあいっか。あ、もう結構食べ終わった感じね。あ、もう終盤、うん、終盤だね。誰も出ない。出ない。海もなったよね。他力本願すぎん。やばいね。あ、お、みんな動いた。動いて、お、誰？お邪魔します。リコミンちゃんか。私でした。知りませんみたいなさ、楽しみみたいな言っちゃってさ、リコピーが、ちょっと。やばい。え、もうこれ集合してる全員。集合してます。しとる。お、じゃあ改めて。いいね、先輩らしい。失敗しちゃうか。いや、気になる。みんな今日からのね。はい。はい。今日から頑張ってください。ゆるい。乾杯。乾杯。自己紹介したいな。自己紹介してもらいたいな。完全に私のペースになってますね。そうだね。大丈夫だね。大丈夫。めっちゃシーンってならないよ。食べながら飲みながらで全然。ニックネームと何髪直す。緊張してるの。最近ハマってること。じゃあ。リコから言う。お待って、ハマってることだよね。愛知県出身のリコピンです。高校3年生です、うん、と緊張してリコピンです。愛知県出身で、もともとは中部地区のジュングランプでした。懐かしい。毎回若い。私はもう2位とか1位にはなれなくて。泣いてるよリコピン。頑張って1位に思い出す見せたいと思います。で、最近ハマってることは、まあ、今風邪ひいてたから行けてないけど、ジムに行くのにハマってて。そう、ジム行くのハマってるんです。体を動かすことが最近は好きです。以上です。おありがとう。どっちからいい？ゆるい。なんかリコピンのペースだね。いや、なんか自分のゆるさに改めて気づいた。いるか。九州沖縄地方のジュングランプリの南です。南ちゃん高校3年生です。で、最近ハマっていることはスケジュール帳を見ることです。スケジュール帳の何を見るの？予定です。なんかこう埋まってるのが、うん、嬉しくて。あ、わかる。あ、そう、それハマってます。かわいいね。と、マリリンです。中部地方ジュングランプリです。ハマってることは写真を撮ることです。これかっこいい。私は一眼レフで撮ります。景色とか物とか何でも。キャラクターが多いです。北海道東北地方ジュングランプリまほちゃんです。まほちゃんなんか謎に笑われるんですよ。出身は新潟県です。ハマってることは寝ることです。寝ることね。ごめんなさいごめんなさい。寝る寝る寝る。中国四国地方グランプリのハズプンです。高校2年生で広島出身です。ハマっていることはネットショッピングです。ネットショッピングで最近買ったものは何ですか？ブーツです。おお、冬だからね。はい、でも失敗しました。ちっちゃかったです。じゃあそれは売った方がいいね。はい。ミスコンで一番つらかったことは何ですか？一番つらかったことはダイエット。だから本当につらい。